こんにちは、さゆたかさん。なんかお前姑息にやってるらしいじゃないですか。なんか TikTok やってるらしいじゃないですか。そうなんですよ、 TikTok 生配信今毎日やってるんです。頑張ってんな。はい、大体2時間半から3時間ぐらいずっと生配信。お前そりゃ大変だろうな、続けるって。毎日です今。だから継続は力なりって言ってさ、はい、続けることは大事だけど、うん、本当にお前持つか。いやでも豊さんが YouTube を1日今ね2本上げてるじゃないですか。1本半ぐらいだ。それもやっぱ継続は力なりだと思ってるので、ね、あの TikTok 昔豊さんと鬼滅の刃とか撮ったことある。あれのアカウントで初めて、あの ほぼ野球の話。あ、いいね。で、あの皆さん集まってくれて12チームのファンの方が来てくださるので、まあ、阪神負けた日はうなだれて阪神ファンの方とか可愛いですよ。まあまあそりゃそうだよ、すごい可愛い。みんな来てくれるので、あのよかったらあのぜひ TikTok、まあね、フォローして、まあ、一度はちょっと見に行ってあげて。いやいや、それで気に入ったら、ね、あの暇な時にね、はい、来ていただければ、聞いていただければ、はい、あの嬉しいので、毎日配信してるのでぜひちょっと聞いてください。はい、で今日は久々です、はい、阪神一問一答ということで。また来た来た、はい、来ました岡田監督。一問一答禁止になったんじゃなかったっけ。五六が禁止になったっぽいです。五六が禁止になった、そうな、いろいろありまして。まあ一問一答な、はい、一問一答なので、はい、普通のインタビュー形式なのでこれは大丈夫だと思うんですが、一刀両断じゃなくてね、はい、一問一答ね、はい、そうです。阪神が、はい、まさか あの今現在なんですけれども、4月3日現在で最下位と単独の。いやだから俺も予想してるじゃん、4月のね、4月は低迷するよって。その通りに、あれさ予想したらさ、はい、なんでこんな予想がいるんだって。大きなお世話だよって。いやだけど4月はこうなる、そう、5月はこうなるで、こうこうって理由付けた方がいいだろう。いやそうなんですよ、だから阪神はオープン戦の流れをもね、うん、払拭できなくて、うん、低迷するって言ってんじゃん最初から。そうだったんだ、いいじゃん、だっていいじゃん、そうですよ、いい、5月から上がっていくっていう予想ですもんね。なのでそんな感じで聞いてください。で一問一答、まあ昨日の阪神 DeNA、まあ、3対5で敗れたんですけれども、はい、まあ、村上頌樹投手が先発でまさかの初回点を取られるということで、はい、村上投手に対してなんですけれども、先頭バッターフォアボールをきっかけに佐藤輝明選手の、まあ、エラーで先制と呼ばれたと、はい、まずは村上に対して判定は厳しかったですかと、まあ、これ審判のことなんですけども、分からんよ、そう、それ同じです。いや、まあ、そら分からん。そらそうやろ、分かるかい、横向き横で見てて。確かに肯定ぐらいは分かるけど、そう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 、まあ高いのを取ったりしていたけどな、まあ、肯定しか分からないんですね、やっぱベンチだと。あとは3回で降板、立ち直る気配がなかった、まあ、あそこで3回でまたヒット続いたからもう変えたけどなと、うん、リリーフ3人が2回ずつをしっかり投げたな、そうやん、そら2回ずつ投げんと、ゲームを保つのも大事、そら負けてるときはな、もうちょっと早な、1点ずつでも追加点を取れとったらよかったけどなということで、これ追加点がまあちょっと遅かったというか、まあ、そうだな、はい、まあ、でもあのよく追い上げたと思うよ今の状態で。うん、ただね俺思うのは、はい、村上に思うのは、うん、あの満塁から山本に打たれた、はい、で9球粘られて打たれたんだけども、昨年ねああいう粘られても根負けしなかったんだよね。で最後やっぱ甘いボール行って、はい、右中間破られたけども、はい、9球まず粘られるっていうことがそんなに俺はなかったと思うんだよ、はい、だからボールの、まあ、例えばキレだったりだとか、まあ、ボールのスピード感は出てるけど、はい、あのそんなに威力はないんじゃないかなっていうような気がするよね。あの初回だけで30球近くはもう放ってたので、そうだ、ね、ちょっと珍しいなと、うん、だから、うん、まあ、エラー云々ってあるかもわからないけども、はい、やっぱ村上の状態が良くないよオープン戦の時から、はい、うん、だから去年との違いっていうのはちょっとね力みがあるんじゃないかなっていうのは、去年はもう本当に四隅をつくぐらいの、だからスピードなんか全く気にしないで、はい、四隅に投げていくっていう、うん、そういうことを気にしてたと思うんだけども、今年はなんか力んで、うん、なんか速いボール速いボールってまだ若いから、はい、まあ、球速を上げたいっていうのは分かるけども、うん、だからといって勝てるっていう保証はないからね、はい、だからまあそこら辺を勘違いしてなかったらいいんだけどもさ、うん、まあだけど昨年とは明らかに違うということだよね。そうですね、やっぱそれは岡田監督も話されていて、うん、まさか初回4点と思ってのないからノーということで、まあ、そうそうで先頭にあんなフォアボールを出したからな、あんまり良くなかった、ね、だってさ、うん、
昨年ほとんどフォアボール出さなかったピッチャーだよ。それが先頭からっていうのがですよね。まあ、ブルペンから良くなかったって言ってたけどなということで、やっぱりブルペンからということはやっぱオープン戦からちょっとまだ引きずってるっていう、まあ、状態的にも上がってないっていうことだろうな。そういうことでも今年はこういう状態かもわからないよ、村上はね。去年通りにはいかないかもしれない。だからといって全部負けるようなピッチャーではないと思うけども、まあ、昨年みたいな相手を圧倒していくような、それはそういう投球はなかなかこう厳しいかもなというふうには思うけどもね。あと門別投手、昨日に、2イニングいったと思うんですけれども、はい、門別は落ち着いて投げたという問いに関して、うん、まあそうよ、もっとまっすぐ投げ言うたんやけどな、まっすぐ投げへんわ。これは、まあ確かに、いや、まっすぐいいよ。門別投手。ああだから監督が言うのも分かる、うん、だけどやっぱり完全にまっすぐ狙われてるっていうのが分かってるから、それはもう坂本選手が、そうそうそう、いやだから変化球まっすぐで勝負っていうような、うん、そういう組み立てでいきたかったんだろうけどもさ、うん、まあ確かに素晴らしいピッチャーだな、うん、あのまっすぐのキレとかさ、はい、あのボールの勢い、ああいいね、ですよね。岡田監督的にはもっとまっすぐでもっと放らせろっていう思いなんだ。だからまあ結局負けてるんだから、もっとまっすぐをまっすぐを磨けっていうこと。でもそのまっすぐ行ったら松尾に打たれたけどね。そう、松尾もいいバッティングしてるな。DeNA 今勢いある、ね、チームの一つですから。いや2打席目プロ入り初ヒットだから門別だから、これは同じ2年目だから。ああそうか、だから打者で言えば前川が3年目、はい、田村が3年目、うん、これがバッターとして、はい、でピッチャーとバッターに同じ2年目、うん、門別対松尾、これはなんかプロ野球の将来の形をこうなんか作っていく、いってるような、はい、まあ、そんな感じがするな。いい対戦でしたね。いやいいな、若いって若いっていいな。いい、じゃあさらにリリーフ陣はこことしても投げながら調子を上げてほしいところですよねというところで、はい、まあ、昨日島本投手も行きましたが、はい、島本もな、まあ、ちょっとようなってきたというかな、悪かったけど、まあ、なんとか3人で、昨日は切り抜けたっていう形かなというところで、あのね、島本も投げててなんかあったんだよね、エラーかなんかが。やっぱみんなちょっと顔に出るようになってきたな。その去年までは出なかったのが、今年はっていう顔、みたいな、なんかそういうのがちょっとずつ出てくるような、そんなイメージが強いんだよ、オープン戦の時から。それは出てくる、ひどいエラーもあるよ。いやもちろん、みたいなあるけど、それはもう普通にしてても笑ってもしょうがないですよ。そうですね、あるけど、ね、なんかねちょっとずつなんかちょっと違う。それとやっぱね、一番俺昨年との違いは、はい、阪神のバッターはボールを振り出した。そうですね、これはね駆け引きがあるんだやっぱり、はい、ね、阪神と戦う時に絶対フォアボールを出すなっていう、これはもう他5球団が口を揃えて言ってるミーティングの一つだと思うよ、はい、それはやっぱ阪神は戦いながらバッター陣は分かってる、うんうん、ね、だから勝負に来るっていう風に思いながらボールをブリッ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 振ってる。そうですよね。なんかサトテル選手もあの外のボール球落ちる追っかけていってしまったりとか、で大山も、まあ、状態が上がってないとバッターってそんなもんなんだけどもさ、はい、もう一度そういう時にはどっち方面に打ってたかっていうことを、うん、あの考えて、はい、まあ、原点に戻った方がいいな。昨年みたいなことはまずないよ、ピッチャー、相手のピッチャーが、はい、いやだからそれをその上に行くにはじゃあどうしたらいいかっていうことをやっぱ考えないと、ね、そうですね、勝負に来るってブリッ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 って、その一昨年までの阪神に戻ってしまうっていうことに、まあそうだな、なっちゃいますね、まあまあ可能性としたらね。そうですね、だからピッチャーもあのフォアボールを出さないっていうのがやっぱり阪神のピッチャー陣、去年まではそうだったんですけど、まあね、今年ちょっとフォアボール、フォアボールから試合が始まったりだとかな。そうなんですよね、だからちょっとやっぱバランスは崩れてるよね、うん、まあ、だけどこれは時間が経てばある程度取り戻すと思うよ。大丈夫です。だからその時に慌てないぐらいの距離にいないとね、はい、そうですね、うん、あとはあの昨日佐藤輝明選手のエラー失策もありましたけれども、あの佐藤輝明選手の失策がなければという問いには、うん、月やろう、そういうことやんかというふうに、うん、まあまあだけどそういうことはやっぱ前に飛ぶはあるからね、うん、あのエラーあれは
もちろん取ってほしいところですよね。まあそりゃそうだよ、うん、それは絶対取ってほしいよ、取ってほしいけど、うん、まあ三塁手あれだけの強烈な当たり来るとさ、うん、アンツーカーってものすごい気になるんだよ。あれがね甲子園だとは取ってるかもわからない、うん、あれアンツーカーめちゃくちゃ気になったと思うよ。そうなんですね。ボーンと跳ねたら顔面だから、うん、そうですよね。やっぱそういうことも考えるんだけど、まあそんなことは甘いけどね、うん、甘いけども村上があんなフォークをあんないい当たりされるなんて、うん、まあ想像しておかなきゃいけないんだけどさ。そうですよね。まあだけど流れが悪いな。そうでしたね。本当に流れが悪い、うん、あとはあの昨日は、ノイジーがスタメン、はい、で前川選手ではなかったんですけれども、右投手を相手に前川ではなくノイジーをスタメン、こういうパターンもあるんですかという問いには、えなんでとノイズ先発しちゃあかんの、右ってだけやで、誰で先発しても構わへん、なんでよ、右ピッチャーなら左行かなあかん、もう切り気味で。誰が言ってたの？岡田監督。岡田君じゃない、岡田君じゃない、もう今岡田君って言ったらもう本当に岡田監督にめっちゃしばき倒されそう、パン屋め飛んできそう。いやだけどその後前側がね出てきて、はい、あの打ったからね。そうですね、山崎か矢崎からね、はい、打ったからね、うん、だからまあそういう問いになったと思うけども、うん、まあ基本は、ね、いやノイジーレギュラーだよ、はいね、で前側がどう追いかけていくかっていう、うん、でもああやって結果を出すとさ、なんで前側最初から使っときゃよかったじゃんみたいな、そうなっちゃう、周りがこうなるんだよ。でもノイジーも一人の戦力としてさ、はい、絶対いる選手だから、うん、いたら怖いから、そうです、ね、だから調子を戻そうと思って使ってるわけだから、うん、それは岡田監督の問いになるよ。なんであかんの左に変えなきゃいけないの、そうそうそうってなりますもんね。いやだからまあね、前側がいい形でやっぱバッティングしてるからな、だから前側をこう周りは使ってほしい、まあ、使うのが自然じゃないかって思うかもわからないけども、やっぱ監督としたら28人、はい、29人の選手たち、うん、ベンチ入りのこれをいかに調子を落とさないでモチベーションを保たせるかっていうのは、はい、やっぱそうやってノイジーも使っていかないとさ。そうですよね、実戦から離れてしまったら使えないっていうことになってしまうんですよね。なあ、だからあの原稿を飲んでも阪神に残りたいっていうの、うん、残った外国人なんだから、はい、だからそこら辺はやっぱちょっとな、うん、使うか使わないか、それはまあ監督のそうそう監督の腹一つだよ。確かにそうですよね。あとは梅野選手は開幕、はい、まあ、1回マスクかぶってで、まあ、勝利というかしたんですけれども、多分ファンの間でも例えば坂本選手の配球かなんかがちょっと他球団に読まれてるから、これ梅野選手にちょっと気分転換リフレッシュという意味でもちょっと立て続けにしてみたらというファンの声もあったんですが負けたらいろいろ出てくるんだよな。そうこうしたらああしたらみたいな、めちゃにしたらとか、ね、うん、そうだね、監督がしっかり考えてるよ。まあ昨年だって、ね、村上のことを梅ちゃんかぶってないから、そう分からんやろ、いきなりかぶさせたって、うん、村上がどういうピッチャーかっていうのは、はい、見てるのと実際やるのとは違うしね、うん、で見せといて次からっていうのはあるけど、うん、それはなかなかさ昨年のさ必勝パターンを崩せないよ、そのバッテリーは。そうか、岡田監督の中では例えば梅野選手の使い方、坂本選手との併用の仕方っていうのはこれはどういうふうに考えてるんですか。まあ、その時の、まあ、ピッチャー の、うん、その誰と組んだ方が結果がより出るかっていうことを、うん、まあ、考えながら聞きながら、うん、話しながら誰と組みたいかっていうのだから、まあそういうことで決めてると思うよ。2人とも遜色なくね、はい、もうやってくれるんで、うん、これは大きいけども、うん、やっぱこうあとは投げ手の気分の問題じゃないので、まあ気分転換、森内が言うように気分転換でっていうことも、うん、やっぱ中にはあるとは思うけども、うん、まあ、大体昨年の形っていうのは、そうなかなかやっぱ優勝してるし日本一だからな、うん、はい、なかなか崩せるもんではないと思う。例えばじゃあスタメンの打順にしても、うん、例えば調子が上がってこないからといって1回外して例えば違う選手、小野寺選手をスタメンで使うとか、糸原選手をスタメンで使っていくとか、そういうことはしなさそう、まあ、長くは使えないな、うんうんうん、だって彼らはやっぱ数字持ってるから。そうですね、全員が、うん、まあ、昨年の実績も持ってるし、はい、だからそう簡単に牙城は崩すもんではないよ。だからやっぱり基本戦は今の打順ということですね。そうなるよな、うん、いやだからもう我慢だよ今は、今は、ね、今我慢、我慢と、うん、
やっぱボール打ちをしないということ、はい、全員がし始めてるからね。そうなんですよね。反抗期かって思うぐらい。本当だから、もしかしてね、だからフォアボールの査定がなくなっちゃったのかなみたいな。ああ、まあだけど、まあ相手ピッチャーも研究してきてるからね、はい、そこら辺はね。だからもう本当に追い込んで追い込んで、はい、ボール球で誘ってる誘ってる誘ってる、うん、そのなんて2球目ぐらいを我慢できずに手を出してるというね、うん、まあ、そういうことがあるんで、だから我慢だよ。まあだから今はチームも我慢、そしてファンの方もちょっと我慢の時期かなって。まだ早いけどな、始まったばっかりだからでももうね、まあまあだけど、雰囲気的にはね、うん、そんなに良くはないよ、うん、そうですね、戦ってる雰囲気も、うん、やっぱこうじゃない、ああじゃないっていうのは考えてるよね、みんな。そうですね、だから早くこう気持ちと体が一致してこないと、はい、うん、こう強い阪神が戻ってこないかなっていうのは感じがするな。いや、ここはね、ちょっと頑張ってほしい。ファンもね、こういう時こそ、まあ、そうだね、背中を押して。いや、背中は負けてたって押すから、阪神ファン。これは心配ない。ファンの心配はない。チーム、ね、もうチームだから。そうか。もうあそこの、ファンは、ね、ファンはハイテンションだから、いつも。そうですね。大丈夫。はい。はい、